エスコンディードはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡の都市であり、サンディエゴ市のすぐ北にある。市名はスペイン語で隠れたという意味であり、岩勝の丘で取り囲まれた浅い渓谷にある。サンディエゴ郡では最も初期の都市である。2010年国勢調査での人口は14万3911人であり、2000年からは約8%増加した。 アメリカインディアンのディエゲノ語ではエスコンディードとも呼ばれている。2005年の全国的な研究によるとエスコンディードは全米で最も保守的な都市25穴の11位にランク付けされている。エスコンディードのある地域にはまずアメリカインディアンの部族が住んでいた。類生女族がこの地域を流れるクリーク沿いに宿営地と集落を建設した。彼らはこの地を メイヘルオムポムパボと名付けた。クメヤーイー族がコロラド側に近い地域から移ってきて、現在のエスコンディード地域の南西部と西部にあるサンパスカルバレーとサンディエグイト側近くに入った。その集落と宿営地の大半は現在開発と農業によって破壊されてきた。18世紀後半から19世紀初期にかけて、スペインがこの地を支配し、先住民を回収させるために、 多くの伝道所を設立した。メキシコがスペインから独立した時、地域の土地は大きなランチョに分割された。エスコンディードの大半は元のランチョリンコンデルリアブロだった。リンコンデルリアブロは1843年にマヌエル・ミケルトレナ知事からフアン・バウティスタ・アルバラドに与えられたメキシコの特許土地だった。アルバラドは当時ロサンゼルスのレジドールであり、 サンディエゴのプエブロの初代レジドールになった。さらにエスコンディードの南部は1842年と1845年に特許された元のランチョサンベルナルドだった。1846年に米北戦争が始まった。エスコンディードの南東でサンパスカルの戦いが起こり、メキシコのアンドレスピコがアメリカ軍のスティーブン・ダブカーニー、アーチボルド・ジルスピー及びキット・カーソンと対戦した。 エスコンディードにある公園はカーソンにちなんで名付けられたものがある。1853年、南部寄りのカバーヘッドがカリフォルニア州を分割して新しくコロラド巡州を創設する提案を行った。サンディエゴのハンジオリバーエース・ウィザビーは、新しい巡州の州都がランチョ・リンコン・デルリアブロに置かれると予言した。ウィザビーは、 サンディエゴから現在のエスコンディードの地の南約2マイルの地域を抜け、サンパスカルを東に向かってユマトリデとを結ぶ鉄道を計画した。彼は東の丘の下の鉄道分起点を中心に形成されると考えた町から利益を得るつもりだった。1855年と1856年の取引によって牧場はフアンバウティスタ・アルバラドの相続人の手からウィザビーに 移された。州を分割し新しい順州を創設する提案はカリフォルニア州議会で承認されたがアメリカ南北戦争に進む段階にあった連邦議会によって凍結された。連邦議会がそれまでジェファーソン準州とされていた地域にコロラド準州を創設した1861年にカリフォルニアの提案は廃案になった。 繁盛する州都を所有するというウィザビーの野望は実現されなかったので、その代わりに牧場で工業を始めた。1868年、ウィザビーはこの牧場は、エドワード・マクギアリーとジョン、ジョサイア・マシューのウォルフスキル兄弟に8000ドルで売却した。マクギアリーが牧場の半分を所有し、ウォルフスキル兄弟が残り半分を3等分した。 ジョン・ウォルフスキルは長い間牧場で羊、馬及び牛を養育した。ウォルフスキルは隣接するグアホム、ブエナビスタ及びサンマルコス各牧場の所有者であるクーツケと牧草地や水源のことでたびたび喧嘩した。1850年に初めて行われた国勢調査でエスコンディードには多くのスペイン語を話す住民がいたがアメリカが戦争に勝った後 ヒヒスパニック系の開拓者が南カリフォルニアに入ってきて人口を増やした。1880年代の10年間は多くの人々がカリフォルニア州に移ってきたので南カリフォルニア土地ブームと呼ばれている。1883年10月、ロサンゼルスの陶器化集団がランチョ・リンコン・デルリアブロを買収した。この集団は1884年に新しく、 作られたエスコンディード会社に土地を転売した。1885年12月18日、投機家たちがエスコンディード土地、障害者を法人化し、1886年にこの会社が12,814エーカーの土地を約10万ドルで購入した。2年後の1888年、エスコンディードは市として組織化された。この時の住民投票は、 賛成64票、反対12票だった。アッチソン・トピカンド、サンタフェ鉄道やサザンパシフィック鉄道が1880年代に付設され、1930年代にはアメリカ国道395号線が開通したことでエスコンディードに経済発展が訪れた。エスコンディードは主に農業社会であり、当初はマスカットを栽培していた。 1894年から1895年にダムが建設されて今日オールホード湖と呼ばれる湖を形成し、オレンジやレモンの木が大量に植えられ、また多くのオリーブやクルミの木も植えられた。1860年代までにアボカドがこの土地では最大の産物になった。1970年代以降、住宅開発のために農業用地の大半が失われていった。 デイリー牧場のディクソンコエスコンディードは、北緯33度7分29秒成形117度04分51秒、北緯33.12472度成形117.08083度、33.12472-117.08083 33. に位置する。標高は2655フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は36.5平方マイルであり、このうち陸地は36.3平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は0.52%であるエスコンディードは、イーストバレーパークウェイ東端に出現したヒドン、トレールズのような新しい地域社会とともに急速に成長している。市の元々の地域はいくつか人口が少なく未変入の、 地域社会に取り囲まれている。それらは、北のジェスモンドディーンとヒドンメドーズ、南西のフェリシタパーク、及び南東のリンコンデルディアブロなどである。これらの地域社会住人は、エスコンディードを郵便用住所とし、同じ郵便番号を使い、時として市内の学校に入学するが、市の選挙には投票していない。市内には、下記のものを含めいくつかの地区がある。 国勢調査指定地域であるバレーセンターがエスコンディードの真北にある。ディエゲノミッションインディアンのサンパスカルバンドが所有するカジノバレービューがこの地にある。エスコンディードは隣接するサンディエゴ市よりも暖かい夏と雨の多い冬を経験する傾向にある。年間平均降水量は15インチであり、年によって変化している。降水量の80%以上が11月から3月の 間に降る。降雪は大変稀である。気候は温暖であるので、アボカドやオレンジの栽培が広範囲に行われている。植生の体感性を微給に位置している。エスコンディード近くには3つの湖あり、すべてボート乗りや釣りができる。以下は2000年の人口統計データである。市内は人口動態的に2つの特徴ある地域に分けられる。北、南東及び 南西の周辺丘陵地域は比較的裕福でヒスパニック系白人が中心街に隣接する平らな地域はヒスパニック系住民が多い。2006年から2007年の学校年では南西部にあるベルナルド小学校児童の71.7%南東部にある LR グリーン小学校児童の60.8% 北部のリーディクリーク小学校児童の54.7%は、ヒヒスパニック系白人の指定だった。一方、中心街のすぐ北にある、ファーアベニュー、パイオニア及び、リンカーンの大型の各小学校は、ヒスパニック系指定が85%以上であり、ヒヒスパニック系指定は6%足らずだった。2009年に、市内で629件の暴力犯罪と、 3880件の窃盗犯罪が報告された。殺人と非過失殺害事件は4件、強姦四42件、強盗249件、過重暴行334件、野党779件、窃盗2402件、自動車党699件、放火23件だった。2007年、エスコンディードは市民一人当たりの犯罪件数で、 カリフォルニア州の人口5万人以上の都市165、市の中で、暴力犯罪では65位、窃盗犯罪では58位だった。サンディエゴ軍内12の大都市と比較すると、どちらの分類でも6位だった。サンディエゴ、エルカホン及びナショナルシティ各市よりは低いが、サンマルコス、カールスバット、エンシニタス及びサンティの各市よりは高い。エスコンディードは、 ラメサやチュラビスタより暴力犯罪率が低いが窃盗犯罪率は高い。ビスタとオーシャンサイド各市より暴力犯罪率は低いが窃盗犯罪率は高い。エスコンディード市民は様々な産業で働いている。年齢16歳以上の非雇用住民約6万4千人のうち15%は教育、医療、社会サービス分野で13%は 小売業、13%は建設業、12%は専門職、科学、経営、管理及び廃棄物管理サービスの分野、11%は芸術、娯楽、レクリエーション及び宿泊と食事提供の分野、11%は製造業、さらに11%はその他の業種で働いている。2009年包括的年次財政報告書によれば、 エスコンディード市の雇用紙トップ10は、下表の通りである。中心街は、過去数年間で、レストラン、カフェ及び画廊がオープンして活性化されてきた。4月から9月までの毎週金曜日の夜には、中心街事業協会が、クルージンググランドを開催し、ホットロットや、クラシックカーのショーや展示を楽しめる。様々な自動車クラブの出し物が毎週脚光を浴びる。 クルージンググランドでは、ディスクジョッキー、子供のためのフラフープ競技もあり、毎夜7つの優勝カップが与えられている。グランドアベニューにある多くの画廊に加えて、民芸国際博物館の司書が最近開館した。この博物館には、世界中の工芸品が展示されている。グランドアベニューから1ブロック先には、グレープデー公園があり、ここには、市民センターやカリフォルニア州、 エスコンディード芸術センターがあって、二つの劇場、美術館、教育用施設及び会議場が収められている。エスコンディード子供博物館とエスコンディード歴史センターという二つのヒエリの区立系博物館がグレープデー公園にある。エスコンディード子供博物館では10歳までの子供向けに手で触ることのできる展示やプログラムがあり、自然科学や社会科学の真に、 地域的な認識を与えている。歴史センターでは、市に最初にできたサンタフェ鉄道駅、初代図書館、ビクトリア様式の家屋、納屋及び、鍛冶屋が展示されている。市立図書館本館に隣接するマセエンタービルにある、エスコンディード公共図書館のパイオニア室には、写真、地図、伝承、経図学の収集品、人命録や年間などエスコンディードの歴史に関する、 文献が収められている。1964年から1968年、アメリカンフットボールのサンディエゴチャージャーズが、当時はあった、アメリカンフットボールリーグに属し、エスコンディードで練習キャンプを張っていた。1981年、エスコンディードナショナルリトルリーグが、リトルリーグワールドシリーズに出場した。これは、カリフォルニア州から、同大会に出場した19番目のチームになった。 このチームは第31地区の初代、続いて第8地区のチャンピオンになった。ユースアスレティックパークで行われた準々決勝ではサンバーナーディーのシビタンを3対2で下し、準決勝ではグラナダヒルズアメリカンを5対1で破り、決勝戦ではラデラナショナルを7対5で破ってウェスタンリージョンへの切符を手にした。サンバーナーディーのであったウェスタンリージョンでは 4連勝を飾って、ウィリアムズ・ポートでの出場権を獲得した。2010年10月、マイナーリーグ野球のポートランド・ビーバーズのオーナー、メリット・ポールソンが、そのチームをビーバーズの親チームである、サンディエゴ・パドレスの部分所有者で、CEO でもあるジェフ・ムラットが率いる、サンディエゴ軍北部野球所有者集団に売却すると発表した。この所有者集団は、エスコンリードに、 野球場を建設することを検討している。エスコンディードには13の公園がある。市郊外にある大きな観光地がサンディエゴ動物園サファリパークであり、サンディエゴ動物園同様、サンディエゴズーグローバルという非営利団体が運営している。この公園では野生動物を自然に近い環境に置き、動物たちは自由に歩き回ったり、草をはんだり、飛ぶこともできる。2006年、 ストーン醸造者がその本社と醸造工場をサンマルコスからエスコンディードのクアリヒルズにある新しくかなり大きな施設に移転した。ディアパーク仏教寺院はエスコンディードの北デイリー牧場の西にある丘陵の広さ400エーカーの仏教聖域である。ベトナム出身の前奏ティクナと藩の支持でアメリカ合衆国に建てられた二つの寺院のうちの一つである。 ここには27人の僧侶と二僧がおり、アメリカ合衆国政部や外国からの人々に多くの行事や癒しを与えている。エスコンディード氏は、市長、市政委員会方式を採用している。市政委員会は一人の市長と4人の委員で構成されている。市財務官とともに、全市を選挙区にして4年に1回選挙されている。現市長は、ローリホルト・ファイラーである。 最新の選挙は2006年11月7日に行われた。2006年時点でエスコンディード市には不法滞在移民が約3万5000人、主人公の25%に相当すると推計されている。市は不法移民がアパートを借りることを禁じる条例を可決した。この条例についてはアメリカ自由人権協会から異議申し立てを受けており、 カリフォルニア州法の下で意見と裁定される可能性がある。2006年から2007年にかけて、市民人口の4分の1はいなくなったと推計されている。ラテン系活動家はこのことを市外移民に対して敵対的であると認識された結果だとしている。カリフォルニア州議会では上院の第38及び下院の第74、75選挙区に属している。 連邦議会会員では、カリフォルニア州第50選挙区に属し、クック投票動向指数では、共和党プラス5となっている。2010年時点で、すべて共和党議員が務めている。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、住民の53.3%が、ジョン・マケインに投票し、44.9%が、バラク・オバマ、1.8%が、他の、 第三政党候補に投票した。周辺の未編入領域はより保守的と考えられ、リンコン、デルディアブロ、ヒドンメドーズ、及びバレーセンターの住人は、それぞれ62.3%、65.5%、65. 66.9%が、マケインに投票した。エスコンディードの公共教育は、エスコンディード統合教育学区、エスコンディード統合高校教育学及び、 サンパスカル統合教育学区が管轄している。市内には小学校19校、中学校5校、高校7校がある。エスコンディードの学校には幅広い学術評価指数結果があり、市内の人口動態の多様さを反映している。二つの小学校は、州内の全学校の80%以上をマークしたのに対し、9つの小学校は同じく20%以下の、 レベルだった。エスコンディード公共図書館システムは、本館、イーストバレー支所、パイオニア室、コンピュータセンター及び移動図書館で構成されている。エスコンディード市内を通る高規格道路としては、修道78号線と、週間高速道路15号線がある。修道78号線は高速道路として西から入り、ブロードウェイで終わる。それから先は、 平面道路となり、東のサンパスカルバレーに抜けていく。サンディエゴ郡北部交通地区が地元のバス便を運行しており、エスコンディード交通センターが中継点として機能している。ここからサンディエゴ都市圏交通システムとリバーサイド交通局の路線に接続している。サンディエゴ郡北部交通地区が運行するスプリンターライトレール線が減損する。 延長22マイルのサンディエゴ北部鉄道のエスコンディード支線を使って交通センターとオーシャンサイドを結んでいる。この線は2008年に開業し、ドイツのシーメンスが製造するデジロクラスの機動車複数車両編成を運行したことでは国内初のことになった。オーシャンサイド交通センターではコースター、メトロリンクオレンジカウンティーラインおよびメトロリンクインランド、 エンパイアマイナスオレンジカウンティーラインの3つの通勤鉄道、さらにはアムトラックのパシフィックサーフライナーに接続している。カリフォルニア高速鉄道局は南カリフォルニアから北カリフォルニアをつなぐ高速鉄道システムの停車駅にエスコンディードを挙げている。この線のサンフランシスコとロサンゼルス間は2008年11月の住民投票で承認された。 サンディエゴガス電力会社が市内に電力を供給している。リンコン、デル・ディアブロ市民浄水地区が浄水を供給している。パロマ医療センターは市中心街頭にある病院である。サンディエゴ郡北部では唯一の指定トラウマセンターである。2番目の病院としてパロマウェスト病院が週間高速道路15号線と州道78号線インターチェンジ南西に 建設中である2012年開業を予定している。ありがとうございます。